市川團十郎白猿さんの心豊かな部屋。市川團子さん、死んではならぬ猿之助さんの代役公演に万来の拍手。18日に自宅で両親と共に倒れているのが発見された市川猿之助さんが出演していた。東京明治座の市川猿之助奮闘歌舞伎公演、28日千秋楽の昼の部。不死鳥よ波涛を越えてが20日再開され、猿之助さんが演じていた主人公の平知盛を俳優香川照之さんこと市川中車さんの長男市川團子さんが演じました。クライマックスシーン、ワイヤに吊られた團子さんがすっぽん花道にある装置から登場した瞬間、この日一番の拍手が巻き起こりました。代役決定から1日弱、休憩時間を含んで3時間弱の演目で大半の時間で舞台に立ち続けました。團子さんの奮闘にほぼ満席の場内の視点が集中しました。幕が降りた後も拍手は鳴り止まず、1分を過ぎた頃からは次々に観客が立ち上がる。歌舞伎公演では珍しいスタンディングオベーションは約7分間にわたって続きました。不死鳥は過激的な要素を含んだ演目で、團子さんは最初に中村壱太郎さんと舞台からせり上がって登場。いきなり歌声を披露しました。その後は血みどろになっての立ち回りのシーン。劇中では團子さんが発する「死んではならぬ」など打倒を失った出演陣の今の状況と重なるセリフもあり、観客席からはすすり泣きが漏れる場面も見られました。ご視聴いただきありがとうございます。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。